はい、こんばんは、大人の優しい図画工作の時間です。講師の宇佐美幸三です。今日はね、先週、先々週、3週ぐらい続いてますかね、写真から、こういうプリントアウトした写真から、ちょっと可愛いイラストを描き起こしましょうということでやってきましたけども、今日は最終回になります。最後の仕上げということでやっていきたいと思います。そしたら、カメラの切り替えお願いいたします。前回、ほぼね、塗り終わっております。でここであとちょっとずつ筆を足そうとは思うんですけども、どこまでやるかっていうのはもうこれは好みだと思いますが、多少影とかね、あと色が薄いなって感じるところをちょっと修正していく程度で今日は終わるかなと思うんですけどもね。本当にもう今黒色、薄い黒で少し影を入れたり、メリハリをつけたりしております。でね、前回花を描きましたよね。この部分ですね。これもね、もうちょっとなんかせっかくだから色を入れてやりたいと思うんですけども、あまりねここだけしっかり描き込みますと全体のバランスっていうのがありますので、そうですね、ちょっと緑を足してやろうと思います。緑もね、そのまま使うよりもほんの少し茶色系の色を入れてやることで落ち着いた色になりますので、その辺他の色と馴染むような、なんて言うんでしょう、馴染むような色、ただの緑よりも少し茶色を入れることでね、お茶の色っていうのかな、抹茶系の色になるんですよね。するとね、他の色とすごく馴染みが良くなりますので、ただ全面その色だと今度はそこだけ暗く沈んでいきますので。今その緑をこの花と花の間に点々点というふうに置いていきます。もともとね下に薄く色塗ってますので、それも見えるように置いていきましょう。そしたらね、そこにまるで葉っぱがあるかのように今度は見えてきますので、これ実際のスケッチだったらね、もちろんこういう描き方はしないんですけども、あくまでもこういう、なんていうんですか、可愛いイラストということで今回はやっておりますので、こんなもんでいいかな。あと乾いたらもう少し濃い色をのせてやりたいと思います。でね、今日ね水彩使うのはねあまり、この辺ちょっと色を入れましたけど、その程度でございます。あとはね、今日色鉛筆を使ってちょっとタッチを変えたものをのせてやりたいなと思います。まず黒です。黒色鉛筆持ってきました。きつく描くとダメですけども、先ほどこの辺塗ってるけど、もう乾いてるから大丈夫かな。薄くね、角度は変えずに今さーっと入れています。これ画面で見えるかしらね、ちょっと難しいかもしれないですけども、これね、大きな絵だったらクレヨンなんかでもいいかなと思うんですけども、これはね、あまりきつく塗らないようにだけ気をつけてください。色鉛筆の色はたくさんある方がいいんですね。私ちょっと持ってる色が少ないので選んでしまいますね。今度は茶色を持ちました。ドアのところ行きます。本当にね、乗ってるか乗ってないか程度なんです。これ全体に入れる必要はないと思うんですけども、こういう粗い線を入れてやることで何かしらこう錆びれたような感じの質感が出ると思うんですよね。で、全体に入れるんじゃなくて今この端の方にだけ入れております。囲むようにですね。で、先ほどのここの壁のこの色の変わったところですよね。ここもコンクリートのイメージということでちょっと質感出すのに入れてみました。この石段もそうですね。全部入れずに、例えば右側だけ入れてやるとか、あとだんだん力を抜いて薄く細くしてやるとか。で、地面ですけども、私もたくさん色がないから、ちょっとここに、皆さんこれも入れてください。私はこの程度しか色を持っておりません。なので、非常に悩むところなんですけども、茶色で地面を行きましょうか。